はい、プレイしていきたいと思います。セブンデイトゥーダイ。どこだっけ、M だっけ。近くまで掘ってきました。もうすぐ穴開くと思うんだけどね。どこだっけ。こっから掘ってきて、ここ。オッケーオッケー。もうすぐ穴開くと思います。多分ね、結構かかるかな。おい、開いたーって言いたいけど、実はね、一個だけ穴開けてね あ、やべえ、やっちゃったって思ってちょっと埋めました。で、来たんですけど、この道中ね、なんて言うんだろう、石がちょっと出てきて、多分山だね。山の部分、多分だけど、この地上から何マスまで、この石じゃない、土、サンドだっけな、サンドストーン。で、地上から一定まで行ったら、この石ブロックになるみたいな設定だと思うんですけど、山の部分を掘ってたら、こちら辺ね、特にこちら辺掘ってた時に石にぶち当たっちゃったんですよね。だからちょっと上に上げながら掘ってきて、そのまま掘ってったら、こっちで落石、地上にぶち当たっちゃって、落石して死にました。で、運よくロストはなかったんですけど、あれでロストしたらもう、このオーガーとかショットガンとか全部、大切なもの全部いっちゃってましたね。で、一応掘ったんだけど、どうしようかな。どうしようかなというのはね、今2マスで掘ってきたんですよ、私。2マスで掘ってきたら走れないんだよね、なんか。しゃがんでる状態だから。ちょっと朝まで時間あるんで、もう1マス掘っていこうかな。こういう感じで。時間かかるかな。あ、時間かかるかもな。600回取らないといけないから、1、2、3。1秒に1個だから、この調子でいったら多分ね、1分ぐらいかかっちゃう。1分じゃね、1分で60マスだから10分ぐらいかかるんで、これ使うか。あいえ、ダメじゃん、ダメじゃん。ちょっとインベントリー、あ、わった。地上に穴開いてるところでインベントリー取るか。あれ、ダメじゃん。あったあった。こういう感じでやるか。これだったら、これと変わらなくね、スピード。あ、ダメだ。これよりは速いんだ、ちょっと。多分、もうちょっと速いペースで。どうしてね、もう朝なるか。いや、夜の間だからやっとこうか、みたいに思ってたんだけどね。朝になるからちょっと、地上に出るタイミングがあるんで、そこで一旦終わって、地上に出て別の計画に移りましょうか。取るのも難しいんだよな。もうちょっと上がったね。上がってるよね、多分。気のせいかな。気のせいだな、きっと。気のせいでしょう。傾いてる気がするけども、水平が分からん。どうせなら3マスで掘ってきてもよかったかな。まあ、いっか。これ掘るのだいぶ疲れたし。まあ、気が向いたら後で修正しようか。あれ？こんなに遠かったっけ？あ、もうそろそろ、もうそろそろです。もうそろそろ多分上がりになって、地上に出れるんで、そこで一旦切りましょう。おっと、燃料か、ここで。早く。まだ早い。1ブロックぐらい。スコップも何回か修理して、結局、ここまで来ました。これだね。どうしようかな。これ、どれぐらいでいくかだよな。
これぐらいでいいか。あれ？地上見えた？あれ？あ、ここだ。いや、犬の声がした今。犬入ってきたらそれはそれでいいかな。いや、やばいやばいやばい、犬来たら俺走って逃げれないじゃん。でもゾンビだったらいいね。ちょっとゾンビ招待してみようか、あえてゾンビ入れてみるか、面白いかもしんない。7番あれこっちか。よいしょ。ゾンビないかな。リペアしたい。うん、どうしようかな。これチェストはまあ捨てるとして、なんちゅうど真ん中だっちゅうの道というか山の中途半端なとこに出たな。よし、ゾンビいねえじゃん。どれぐらいの高さで穴掘ったんだろうね。あ、結構遠かったか。よく頑張ったなほんと。まあ一晩ずっと掘り続けてあれだったからね、やっとたどり着いたからね。そこそこの距離はありました。どうしよっかな。本当はバイクで登ってこれるようにしたかったんだけど、これバイクで往復するのきついな。ちょっと横から見てみよう、どれぐらいの位置に穴が開いたか。見えるかなちゃんと。あ、わかんねえわ、全然わかんないわ。あれかなっていうのはあるけどね、あっちに。多分あれっぽいよね。ど真ん中に空いてるはずなんだよ。あ、多分あれだな。しょぼ。しかも結構地上、ギリギリじゃん。山んところがね、さすがに避けるしかなかったんだよね、中。仕方ないか。インベントリーどうしよう。めんどくさいな。向こうでいいやもん。向こうでしまっとこ。なんかゴミ的なもん。ビール。あ、わかった。あ、そう、一回死んだからね、喉乾きとかもあんま、あれなんだよね。減ってないんだよね。こう来たか。こう来たか。なるほど、こう来たか。そしたら、こうだよね。こう来て。あうち。まあ、次の夜に、あれはしましょう。穴の拡張はするとして、今回は、廃墟の町側の穴掘りをしようかな。ゾンビを落とすためのね。しかし場所がわからんっていうのはちょっと不便だな。しまったな。このまんまだったら俺あっち側から入ってきて、あれちょっとまずいな、それは。それはちょいと不便だわ。そしてここはどこなの？だいぶ違う方角向いてるし。方角だね。50。ここだよ、ここ。全然違うじゃん。ちょっと蜂蜜飲もうか。スタミナは回復します。おお。
上。うわ、ダメじゃんこの山。そう、こういう山があるから岩盤、岩盤じゃない、石の部分が高くなっちゃうんだよね。よいしょ。こいつらサクッと避けちゃえばもっと深く行けてたのに。ちょっとね、こいつ置いとこう。倒す必要特にない。よいしょ。どうしようかな。とりあえずここまで来たと。でね、怪しいのはこのラインだから、こことここの間の50の場所なんだよね。ナースはちょっと買っとこうかな。見えない見えない、外れたし。うわ、これでいいやん。よし、よしじゃなかったよしじゃなかった。犬が来る、犬が。うわ、来るんかい。つかい2匹いるんかい。まさかの挟み込みとは。こいつらやりおるわ。スタミナがなくなる。嘘。今のはね、やばい。右クリックして、なんかね。ちょ。よし。右クリックして、覗きモードになったんだよ、ずっと。なんていうの？これ。これ危険。ほら、今話してるんだけどね。なんつうんだろう。右クリックしたら、こう、モードが切り替わるんだよね。長押ししたら、話した時に戻るんだけど。これちょっと気をつけないと痛い目に遭うよね。で、まあ、これこっちに入れとくか、適当に。ゴミ。これ入れとく。ゴミ。ストーンはちょっといらない。よし。どうしよう。上から掘る、下から掘る？多分50を上から掘れば成功するんだと思うけど。難しいかな。60。ここら辺かな、やるなら。47。まあ、ちょっと広めに掘るから多少ずれてもいいとして、ここだよね、ここだな。え、64、50。あ、待って、動きたくない。がっつり動いたし。はあ、違う。52。まあここだよね。よし、ここだ。犬来るし、ちょっと待って、穴ほっとこう。どっち行った犬。やっぱり後ろから来た。うわ、何こいつら、マジ。うわ、囲まれた。やばい。死んだ。嘘やん。めっちゃこいつやったぜみたいな顔してイラつくわ。今のイラつくわ。してやったりみたいな。あ、カバン残ってる、よかった。うわー、今のドヤ顔イラつくもうだから嫌なんだよ、あの死の町は。しかもこっちのゾンビたちまだ残ってるし。今さっき頑張ってたどり着いたばっかりなのにな。辛いね。工事の邪魔だな。5×5 ぐらいの落とし穴作ろっか。 5×5 ってことは4。
3×3 残るのかな。なんか嫌だな、それは。3×3 残るって。それぐらいならもう一つ大きくしたいよね。3×3、5×5×5×、5×10。10結構でかいかな。横幅だよね。5×5 で落ちて、下で仮するから。下ちょっと広くするか。5×5？ 待って。5×5 でドロップさせるには、おい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 。しようかな。5×5 で真ん中に3マス5。ちょっと待ってね、今いろいろ計算中だから。私のカバンは？あったあった。ちょっと待ってね。しますと。やだやだやだ。ちょっと待ってよ。ちょっと 8。どういった？いなくなっちゃった。当たるかな？当たったんじゃない？やったー。いて。超美味しいからね。あれただのデブ。で、問題どこだっけ？ここら辺だったよね。多分これ。これ。もうちょっとこっち側にするか。よし、こっちにしよう。決めた。これ遠すぎる。こっちにしとこう。とりあえず一回下まで行くか。どんぐらい深いかわからんし。で、ぴったりかどうかもわからんし。あ、ずれてる。ずれてるけど、まあ、問題ない。一個ずれてるぐらいだったら隣に穴開くんで、深さは大体大丈夫のはず。ほらね。よし。うわ、これ歩いて帰るの大変だな。どうせなんでこれ、掘りながら帰るか。一個ずつ穴、飛び飛びで。そしたら、真ん中に3×3の残して、あ、しまった。それのど真ん中にあれをします。はしごをつけて降りれますよみたいな雰囲気を出して、そこに誘導する形にしようかな。そしたら多分ね、いい感じに落とせると思うんだ、ゾンビ。周りを渦巻き状にして。多分。だから、それプラス外側2マスだから、3、4、5、6、7。7×7 の穴開ければいいね。あ、で、下は、あ、そっか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 。そしたら、あれだ。真ん中は穴開けなくていいんだ。穴開けなくていいから、どこ、あ、しまった。
俺これ上がれ、あ、しまったな。上がる手段ねえじゃんか、ここ。はしごかけるしかねえじゃん、結局。なんで俺歩いてきたんだ、今。バカじゃん。まあ、いいや。上がれるもんだと思って、普通に頑張ってきたのにさ。うわ、これいけなくね？いけるのかな？いけたいけたいけた。ってことはこっちちょっと埋めよう。よし。で、さらに、ちょっと待ってね。スコップは壊れそうだから、ちょっと、リペアの準備しときましょう。で、はしご、6番。来ました。帰ってきました。地上です。地上です。地上です。おっと、これは警察官がいっぱいいるぞ。いっぱいいるぞ。警察官一匹だけだよ。下手すぎる。下手すぎる今の。だいぶ下手すぎた。待って、出血してる。あっぶねえ、マジあっぶねえ、マジあっぶねえ今ので。警察官の鉄の中にゴミがあったから、待って、ちょっと待って、リボルバーの弾、よし。ふう、ちょっと焦ったわ今の。ゴミをしまいまして、どうしよっかな。右一個だったよ、右一個、右一個だったんで、ちょっと待って、どこだ、わかんない。あ、もう22分経ってるね。22分経ってるんで、今回これで終わりにしよっか。もうしかも右一個ずれてたんだっけ、それはつまらんな。どこだ、ここじゃないの？ここだよ、ここ、ここだよ。ここら辺かな。あれ、あ、これか、あ、違う、ん？これ、この先あった、これだ。危ないから踏んだらこっち。うわ、嘘、バグっちゃった。危ないから囲っときますよ。よいしょ。よし。でね、どうしようかな。本当はね、これをこんな感じではしごで降りれるようにしたいんだけど、一個ずれちゃってんだよね。しかもゾンビ多すぎなんだよね。ゾンビ多すぎなんだよね。後ろから俺攻めてこられたらアウトなんだ。しかも警察官いるし、ちょっと待って、警察官美味しいから、ちょっとインベントリーのやつをしまいまして、何しようかな。スコップを直したいっつってたから、スコップ直そうか。あ、これダメ、これダメ、あ、入らないじゃん。こっちで、これでしょ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 。ビールもいっかな。で、これでしょ。ネイルガンも今いらないかな。よ
しで、これリペア。よし。あ、3番に何も入ってない。あったいたいた、警察官いた。警察官まで倒して今回終わりにしよっか。あ、警察官チームいる。ちょっと待ってね。お、いいね、18発いいね。もういないかな。いなさそうだね。オッケーオッケー。じゃあ今回ここで終わりにしたいと思います。次回はうまくいけば、地下に伸びる道をもうちょっと強化するかな。で、感じ的にはね、1,2,3 でしょ。じゃあ、で、真ん中にこんな感じでブロックやります。で、それから2マスやって、お、警察官や。危なっ。おいしい。ちょっと邪魔なんだけど。あー、そこダメ。あーあーあああ置けないじゃん。とりあえずこんな感じで穴を掘りたいと思います。だから1,2,3,4,5,6,7×7 の穴を掘って、でこっちにトラップを作りたいかな。あれ、なんで死んじゃったのかな、こいつ。いや、というわけで今回もご視聴ありがとうございました。よろしかったら次の動画を見てください。セシカでした。